はね、もう本当にバッターにバッティングをさせないようなそんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。ストライクになります。3球目外れました。打ちました。これはセカンドライナー。打席には3番バッター藤原。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。甲斐野、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。ボール先行です。次が3球目。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。これは決まった。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。これが6球目。際どいが、あっとフォアボールです。ワンアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。小宮山さん、盗塁がありそうな場面で今のような落ちる変化球というのは投げにくいものなんですか。やはり落ちるボールでワンバウンドになった場合のことを考えるとちょっと投げにくいですね。ああ、やはりそうですか。外、これは外れます。三振です。ツーアウトになりました。打順は5番安田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここはインコース詰まりました。キャッチャー弾く。ボールを拾って一塁送球。これで3安打猛打賞。ツーアウト二塁一塁。初球はストライク。ストレートが決まっています。これが2球目。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。すぐに追い込みました。これは内へ外れます。これが4球目。打ち上げました。高い打球掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。6対4マリーンズがリードしています。9回の裏ライオンズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。澤田がマウンド上に上がっています。さあ赤星さん、
最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、なんとか反撃したいところ。さあ2球目は何か。ファウルになります。際どかったですよね。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打席には9番バッター長谷川。今日はまだ当たりがありません。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ワンアウトランナーありません。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る、前に来る。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って西川。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いい、打ちました。セカンド取る。これで3アウト。試合終了になりました。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたよね。そうですよね。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。